どうもセイラですいつもコメントやグッドボタンありがとうございます今回の動画では周りにいる人を笑顔にしていく人の習慣というテーマで話していこうと思いますあなたの周りにもなぜか普通に接しているだけで楽しい気分になったりなんか落ち着いたりこの人とならずっと一緒にいたいなって思える人っていたりすると思うんですね ドラマとか漫画を見てても人から愛されていたりとか見方ばっかりが周りに集まっている人って知らぬ間に周りを笑顔にしていく人であることがほとんどですよねこのように人は自分の心をプラスに変えていってくれる人のことをこの人いいな一緒にいたいなっていうふうに思うものなんですねでもそうは言ってもなかなか人を笑顔にしたりとか明るい気持ちにしていくっていうのは簡単なことではありませんよね 一生懸命笑顔にしようとしてなんか自分が疲れちゃったみたいなことっていうのもよくあることじゃないですかなので今回の動画では人を自然と笑顔にしてしまう自分一人で完結する新習慣っていうのを紹介していこうと思います僕も普段から意識的にやっていることなのでぜひ実践してみてほしいですまず僕ら人間っていうのは常に自分をプラスな状態に連れて行ってくれる人を求めているんですね これはこれまでの動画でも何度も言ってきたと思いますじゃあどういう人が周りの人をプラスな状態に連れていくことができるのかっていうとそれは自分の自分で満たすことができる人なんですよね当たり前ですけど自分の心のバケツの中に全くプラスのエネルギーが溜まっていないっていう状態なのに人に何かを届けるっていうのは無理じゃないですか むしろ自分のバケツが空っぽなら勝手に相手のエネルギーを吸い取ろうとしちゃうのが人間なんですよね。空っッのティッシュを水につけたら問答無用で自動的にねティッシュは水を吸収していくじゃないですか。あれと同じで僕らは心が枯渇していると人からエネルギーを奪ってしまうわけなんですよ。でも逆に心のバケツから溢れるほどのエネルギーを自ら作り出すことができていれば自分がただそこにいるだけで 周りがどんどんそのエネルギーに感化されていくってことが起こってくるわけですね。例えるならば、野に咲く花々は一切誰かのために咲いているわけではないですけれども、その存在だけで周りの人の心を打って、無知にさせてしまうわけじゃないですか。 他にも何かに対して一生懸命生きている人の生き様とか白熱したスポーツの試合なんかを見ていると自分も何かしなきゃーみたいな感じで感化されたりするわけですよねああいうふうに熱意を持ってエネルギーマックスで生きている人ってそこにいるだけで周りにプラスの影響を与えてしまうんですよねなぜそんなことができるのかそれは先ほども言ったように自ら自分のエネルギーを循環させて生み出しているからなんですよ あなたは普段自分で自分のエネルギーを高める習慣を作れていますか自分はこれまで自分の状態を良くするためにこれをしてきたよみたいな。そういった習慣を即答できる人って少数派だと思うんですよね。なんとなく人と接して、なんとなくネガティブに相手の言葉を受け取ったりして、エネルギーがなくなっちゃったりとか、マイナス事項になっちゃって、あの人嫌いだとか、あなんか今日はもうダメだ気分が良くないわとか、そんな発想になってしまっていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。 あなたがもし、そういうネガティブな状態になっていたり、人のことを責めてしまったり、人間関係って面倒くさいなっていうふうに思ってしまっているのであれば、9割9分、自分のエネルギーが足りていないんですね。自分にエネルギーが足りていないから、他人を見ることができないんですよ。だって自分が枯渇しているから、自分の方にしか意識が向かなくなっちゃって、人の方に向けている余裕がなくなっちゃうわけなんですね。じゃあここで何を意識すればいいのかっていうと、当然、自分をプラスにする習慣を身につけていった方がいいわけですよ。 でも、そんなことを言われても、具体的に何をすればいいのかわからないっていうのが本だと思いますし、何より習慣とか言われると、なんか面倒だし、続ける自信がちょっとないよなっていう風な人も多いと思うんですよね。でも、僕が普段からやっている習慣っていうのは、本当、たった一つのポイントを変えるだけなんですよ。それさえ変えれば、脳が勝手に自らの力で自分の心にエネルギーを貯めようと動き始めてくれるんですね。では、その習慣が何なのかっていうと、それは、 ポジティブな仮説を作る。これなんですよね。僕らの脳は常に仮説を作り、それを正当化するっていうことを毎日何千回も繰り返しているんですよ。一つ試しにやってみましょう。では、あなたは今日、昨日よりも調子が良かった理由があります。それを考えてみてください。何でもいいです。昨日の夜にしたことでもいいし、睡眠時間が少し長かったなとかでも何でもいいです。何でもいいので、とにかく自分が今日、 昨日よりも調子が良かった理由を探してみてください。もし思いつかないなら少し動画を止めてもいいので、しっかりと自分の頭で一回考えてみてほしいんですよ。思いつきましたその今思いついた時に動いていたその脳の働きですね。これが仮説に基づいた動きになっているっていうことなんですよ。あなたは今頭の中で今日の調子が昨日よりも良くなったという仮説を立てたんですよね。 そして、それを正当化するために、脳の中では、ああ、まあでも確かに昨日は全身浴くしたしなとか、あ、昨日のご飯あっさりしていたなとか、あ、昨日ちょっと早めに出たなみたいな。そんな風にいろんな理由を探し出したと思うんですよ。自分が今日絶好調になっていた、昨日よりも調子が良かった理由を昨日から探したはずですね。この時、間違っても今日が不幸な理由は出てこなかったはずなんですよ。なぜなら、その仮説を脳に与えていないからなんですね。でも、この仮説を、 今日が昨日よりも不幸でしんどい理由はというものに変えてしまうと、たちまち悪い理由が脳の中を駆け巡るわけです。このように、僕らの脳は与えた仮説をベースとして働いているわけなんですね。なら、積極的に自分が使う仮説を前向きにしちゃえばいいわけですよ。よく、自己啓発セミナーとかへ行くと、先にラッキーって言っちゃおうね、みたいなことを言われたりするんですけど、あれはまさに脳の機能を良い,い方向に活用するための方法なんですね。 何か悪いことが起こっても、ラッキーって言っちゃったら、とりあえずこの出来事がラッキーである理由を脳は探し始めるからなんですよ。当然、初めの頃は嫌な出来事に対するプラスなロジックっていうのが自分の中に貯蓄されていないので、うーん、うんっていう風な感じで頭に汗をかきながら考えることになるわけですけど、これを繰り返していくと、自然と脳にプラスの仮説を立てて、瞬時にその仮説を正当化できるっていう状態になっていくわけですね。この状態こそ、自然とプラス思考になれる人なわけですよ。 こうなってくれば、無駄にエネルギーが漏れていかずに、前向きな状態でい続けることができるので、周りが勝手にいい方向に感化されていきます。自分と一緒にいるだけで、周りがいい方向に感化されていくんですね。別に、自分が何か気の利いたことを言わなくても、自分と一緒にいるだけでなんか周りも自然と笑顔になっていくわけですよ。どんなに面白いことを言おうとしているのでも、明らかに元気がない人の言葉って面白くないですよね。 でも別に何も話さなくても見ているだけで癒されたりなんか笑顔になれる人っていたりするじゃないですか例えば美女とかイケメンとかって見てるだけで幸せだったりしますよねあんな感じで自然体で人にエネルギーを届けられるようになるわけなんですね人間の脳って不思議で自分がプラスの仮説を立てて正当化し続けているとそれが真実だと思い込んでいくものなんですよ頭の中で発している言葉って潜在意識と近い場所で起こっているものなので自分の中に入り込みやすいんですね 医学的にも、プラシーボ効果っていう現象が証明されているじゃないですか。これは病気に非常によく効く薬なんですよって言って、栄養剤とかを渡したら、結構な割合の人の病気が治ってしまうっていう。そういうふうなことが起こるぐらい言葉って脳にすごい影響もたらしているんですね。それを脳内で何度も起こしていけば、当然自分の心も変わっていくわけですよ。 前向きな心っていうのは、マッチョにね、今、この場で作ろうとするものではなくて、先に仮説を立てて、それを正当化するっていう脳の仕組みをうまく活用して作られるものなんですよ。このように、ポジティブな仮説を立てて、それを繰り返せるようになると、自然と自分のいいところが見られるようになっていきます。まあ自分のことも他人のこともですね、見られるようになっていくわけですよ。 そんな人がどんどん増えていけば、もう絶対に世の中から心のない暴言とかって消えていくはずだし、自分に余裕がある人が増えていけば、そもそもね、わざわざ人をね、責めるようなことを言わなくても自分が満たされているわけですから、必要ないわけですよ、暴言なんて。 僕は、そういう状態の人を増やしていきたいと思っているし、エネルギーに溢れる人っていうのをどんどん増やして、周りを巻き込んで笑顔にしていけるような状態を作りたいなっていうふうに思っているんですね。本当にただいるだけで人を笑顔にしちゃったりとか、心を軽くしちゃえるとか、どん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 増えていったら、絶対世の中ってもっと明るくなるじゃないですか。 でそういうことが僕らはできるっていうことなんですよねで。そのためにこのチャンネルでも自然とね、周りを笑顔にしちゃえる人になるための方法として考え方とか、人に影響を与えていける生き方とかを解説しているわけなんですよで。これからもそうやって人から愛されて、人にポジティブなことを届けていけるような人を増やすために、まあ、動画をどん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 上げていこうと思っているので、まあ、一緒に進んでいきたいっていう方はぜひね、チャンネル登録してほしいなっていうふうに思います。で、今言ったような自然体で人から愛されて、周りにポジティブなものを届けていける人になるために必要な 絶対に抑えておきたいマインドセットがあるんですよねでこの話は僕の LINE コラムの参加時にお配りしているあざとい人たらし術という伝書的の中で解説しているんですね具体的にはどうして人から応援される人と応援されない人がいるのかっていう内容であったりとかどんなに能力があっても幸せになれない人ってどんな人なのかとかどういう接し方をすれば 人から愛されてさらにファンも増やしていけるのかっていうようなことをどん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 話していってます。なのでまあぜひですね、動画説明欄から受け取ってみてほしいなというふうに思います。ということで今回は周りにいる人を笑顔にしていく人のたった一つの習慣というテーマでお話ししました。周りを笑顔にしていく人はまず自分自身でエネルギーを生み出せている人であり、そのために日々頭の中でポジティブな仮説っていうのを立て,ているんだよっていう内容でしたね。 常に今の自分が良い,い状態である理由を探すようにしていくことで脳の使い方は180度今より変化していくと思いますのでこれからぜひ意識してみてほしいなというふうに思いますということで今回の動画はこの辺で終わりにしておこうと思います今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた明日の動画でお会いしましょうセラでしたありがとうございました